日本の鉄の歴史は弥生時代に遡ります。鉄は膨大な量の砂鉄を炎で溶かし、一つの巨大な塊にして作ります。この古来から伝わる技法をたたら葺き製鉄といいます。たたら葺き製鉄の責任者を村毛といいます。古来よりたたら葺き製鉄はこの村毛によって伝えられてきたのです。現在は阿部さん、木原さんの2人の村毛によってこの技が守られているのです。たたら葺きは鋼を生み出します。中でもこの銀色に輝く鋼を玉鋼と言います。この玉鋼から生み出されるのが日本刀なのです。切れ味鋭く粘りがあり、しかも錆びないという日本刀に欠かせない条件を玉鋼は持っているのです。そして独特の刃文、艶は玉鋼をもってしか生み出し得ないのです。島根県横田町、出雲風土記の舞台でもある奥出雲山あいの町です。千通山、古来からこの山裾では良質の砂鉄が産出したのです。その砂鉄が伝統古来のたたら葺きを生み出したのです。刀をはじめ、すき、くわなどの鍛冶、炭焼きを総称して古来、金谷と呼んでいました。金谷御神社はその守り神なのです。その御神体を金山姫の御事といい、白鷺に乗ってこの奥出雲の地にたたら葺き製鉄を伝えたといいます。鉄の製造が神話として伝わるほど、この土地でははるか遠い時代からたたら葺きが行われていたのです。しかし製鉄法が近代化されるに従い、たたら製鉄は途絶えていました。しかし日本刀の美はこのたたら製法による玉鋼でしか再現することができなかったのです。そして11年前、財団法人日本美術刀剣保存協会によってたたら製鉄が復活されたのです。たたら葺きは高殿と呼ばれる建物で行われます。炉の土作りです。たたらは1に土、2に火、3に村毛と言われるほど土は重要とされています。火に耐える強さと程よい柔らかさを兼ね備えていなければならないのです。
粉をたたき締めます。この下灰作りは操業中の保温のために欠かせない重要な仕事なのです。この地下にはさらに幅 6.5 メートル、深さ3メートルの本床と呼ばれる木炭と粘土の層と排水口などが設けられているのです。温度を保ち湿気を除く工夫なのです。叩き締めた炭の上に炉が作られます。古来から伝えられてきた寸法にのっとり寸分たがわぬ形が形成されます。まず炉の底にあたる元釜です。砂鉄が炎に溶け流れ落ちるのを受け止める最も大切なところなのです。熱によって土は溶け、この部分に巨大なケラと呼ばれる鋼の塊を生み出します。阿部さんは16歳でたたら葺きに取り組み、今年で70年になります。彼の技術があって初めてたたら葺きの復活が可能だったと言っても過言ではありません。炉の寸法取りは慎重を極めます。炉に風を送り込むための穴を開けます。その位置、角度は炎の温度に微妙な影響を与えるため、長年の経験を積んだ村毛でなければできない作業です。元釜の上にさらに土を盛り上げ、中釜を作ります。中釜ができると乾燥されます。土を締め炉の強度を高めるのです。一晩乾燥された中釜にさらに上釜を継ぎ足し、ようやく炉が全貌を見せます。長さ2メートル70、高さ1メートル25、幅95センチ、鉄の長い歴史が生み出した炉の最高の形がこれなのです。送風管の設置です。これはキロ管と呼ばれ、左右にそれぞれ20本ずつ均等に取り付けられます。こうして作られる炉は、しかしたった一つのケラを生み出すとその役目を終えるのです。一回ごとのたたら葺きのたびに炉は壊され、壊されてはまた作り変えられるのです。キロ管は別室の不意ごとつながっていて、火の勢いの調整をします。
炉が完成し、いよいよたたら葺き操業の開始です。金屋御さんへの操業の無事を祈る祈願。阿部、木原二人の村下によって最初の砂鉄が入れられます。炎の叫び、無言の鉄入れ、それは厳粛な儀式のようです。この日から三日三晩、一時も休むことなく操業が続けられます。古代からの一つの製鉄法なんですね。で、現代はその原理というのは一緒なんですよ。一緒ですけど、現代はそれを科学を持って、機械でもってそれを鉄を作り上げるということなんですね。で、私どものやってるその技術というのは、それを機械ではなくて人間が肌に感じてですね、その玉鋼というね、現代のそのそういう機械科学を持ってしてもできないような良質のその鋼をですね、やはり人間のその力でね、やはりその作り出すということがね、やはり素晴らしいその、ね、技術であり魅力だと、まあ、思いますね。現代科学でもってしてもできない技、それがたたら葺き製鉄なのです。炉の設計、砂鉄、炭、温度、そして時間、それぞれが微妙に作用し合って、初めて良質の玉鋼が生まれるのです。70年、たたらの炎を見続けてきた阿部さんは、その色、音から確実に炉の中の変化を読み取ります。砂鉄、木炭などが溶解した後の不純物をノロと言います。いわばケラを生み出すための排泄物なのです。初ノロが出ます。このノロは炉の中でケラの出来具合を測る重要なものです。炉がやっぱね、こう溶まんけんね。ああ、なんかね、あまり出しすぎちゃいかんですね。まあ、先には分けたから、ずっと出てこうけん。ああ、これね。2日目の朝、ノロ口が2つに分けられます。炉内の反応が最も盛んになる時です。高殿の中にある村下座、86歳の阿部さんにとってしばしまどろみの時です。この高齢の村下を支えるのが二人の村下代行、渡辺さんと宝田さんです。
しかし木原さんに休む時はありません。三日三晩不眠不休の操業が続くのです。この穂のその勢いとかね、要するに色の変化ですね、それからやはり送風しておる、要するに送風口のそのあれですね、あの火の変化ですね、それからやはりあの炉から流れ出るですね、炉の色の変化ですね、そういうすべてその火と穂の穂の変化をですね、うまく読み取るということなんですね。3日目、炎はその勢いを止めることなく激しい息遣いを見せています。そして炉の土をも溶かし始めてきました。炉の穴を補修する阿部さん、その姿は海の苦しみをいたわる医師のようにも見えます。3日目ですが、はあ、もう疲れやりませんか。いいえ、そんなことないですわ。全然疲れてませんか。はいはい、ますます、なんて言いますか、炉の中の刺激がいいとね、くたびも出ないんですが、今回ケラは順調に育ってますか。まあ順調だと思いますね。3日目の深夜です。緊張の中にも深い疲労が嫌をなく襲います。やっていこうすな。早い。三日三晩休むことなく続けられてきた操業の最後の時です。最後の砂鉄が入れられます。炎に焼けた顔に安堵がうかがえます。最後の砂鉄入れを終わった炉は炎が静かに衰えるのを待ちます。激しい炎に耐えてきた炉はその役割を終え解体されます。
中で育まれたケラがどんな姿を見せてくれるのか、全員が期待と緊張に震える一瞬です。ケラの誕生です。縦 2.5 メートル、横1メートル、重さ 2.5 トンのこの巨大な鉄、その真っ赤な姿からは激しい産声が聞こえてくるようです。長かった操業の疲れもケラの姿を見たとき一瞬に消え去ります。どうもありがとうございました。早朝、まだ炎の残るケラは高殿から出されます。コロに使われる木が瞬く間に燃え上がります。行かれ行かれ、待てよ待てよ、ストップ、ストップ。炉に入れられた砂鉄実に10トン、木炭12トン、計22トンの結晶です。いつもですね、同じなんですけども、やはりその玉鋼が、キャラがですね、できた場合には、やはり自分の子供が生まれたようにいつもですね、やはり感動しますね。これは、まあ、俺は思い通りにね、釜を壊してね、やっぱり生まれてきたなと思ってきても、3日目の風呂がパッと入ってきますね。それでも本当に家に割りの嬉しさです。はい、黒々とした砂鉄が炎に育まれ生まれ変わった姿、玉鋼、やがて刀匠の手に渡り鍛えられ、さらに命を吹き込まれていきます。玉鋼、それは炎と土と、そして長い年月をかけて積み上げられた人間の技の結晶です。